インスタグラムで海外の人と積極的に会話しようとするのですが英語があまりわからないので会話が続きません最後は必ず「オーソーリーです」あ <laughs> まあねうんうんうんまああのうんまあ英語は難しいですよね、うん、だって日本語と全然違うんだもんフランス人の人だけね僕おととい書きの話たんですけどねフランス人の人はね やっぱり英語はやっぱりまあまあ比較的簡単って言ってましたよ。うん、まあ日本人に比べたら簡単。でもでもフランス人でもやっぱりその,あの英語苦手な人結構いるみたいなこと言って、まあてかそもそも英フランス人英語が嫌いっていうのがあるってやっぱり言ってましたけど。うんうんうん。そうそうそう。 いやっぱりその根本的に違いますからね。でそれを楽しめる人ってなかなかねあの国際交流なんてね幻想ですからねあれ。<laughs> 国際交流っていうのは、まあ、一部の本当にもうなんかこうそういうのは好きな人っていうのはいるんですけどほとんどの人は国際交流なんか興味ないですからね。<laughs> 特にその欧米の人たちはね特にあの特にネイティ英語のネイティブの人なんかね。 あの、もう本当に語学、あの、国際交流なんか興味ないですからね。で、日本人はね、国際交流するにはめちゃくちゃ頑張って英語勉強してね。で、やっと、はあ、英語勉強やっと国際交流ができるみたいな感じだから、国際交流がすごいなんか、 特別なものみたいに思いますけど、あ英語ネイティブからしたら国際交流なんて何も何も勉強しなくてもなんか普通にいつもの言葉喋ったらね外国人と喋れるような感じだから何の価値も感じないですよねそう,うそういうのって人間その最初から努力せずにできることって何の価値も感じないんですよ。うん。だからねあの国,国際交流うわーか言って書いてるのはねあの日本人だけじゃま韓国人も結構そうですけど、うん。そうそうそうあの日本人とか韓国人とかその非 あの英語を習得するのが難しい国の人ほど国際交流わーみたいになってるんですよねあでも相手は何とも思ってないですよ。<laughs> でねあの国際交流ねあのしたってねあの何オリガミとかねいあのジャパニーズ何あのカウチオリガミとか,とかね説明しちゃってうんみたいな特にウェーイみたいなイギリスじゃねオリガミとか言い出したらね あ,あそういう文、ん、化あ,あ,あるんだね東の方にはねみたいな「きもの」とかやってもね「ああビューティフォービューティフォー」ーォーうん、みたいなはいもうあのあれウィニングイレブンあのサッカーのゲームやろうみたいな「<laughs> うん、ああジャパンって国がねあるよねそれは知ってるけどうん」みたいな「あっすしは美味しいよねうん」 みたいな、もう全然興味ないですよ。そんなの。<laughs> 興味ある人もいますよ。いるんですけど、ほとんどの人は興味ないです。そんなの？<laughs> うんと m j さんジャズ 2c そう。寿司は多分ああれおいしいよね。みたいな。うん、もうそんなもんですよ。うんで、別にその日本が遠い国だから興味がないってわけじゃなくて。まあ、例えばイギリス人だったらまあ、フランスとかまあ、ベルギーとかちょっと隣の国ぐらいは興味あるかも。まあ、フランスあのー、スペインとか。 ぐらいは興味あるかもしれないけどもそこより向こうなんかもう全然興味ないと思いますよもうそのその程度だと思いますようんケイさん日本の文化まなかなか説明できないので、ね、日本ぐらいって難しいもんそうそうそうできないししても興味ないし向こうみたいなまあ興味ある人もいますけど大抵のその普通の人はそんな日本のね折り紙とか言われても興味ないですよあの折り紙について聞かれることもまあ一切ないしねうん。 折り紙に、ね、興味があっっててねとか言ってだってね考えてください日本人でもねなんかこう何て言うの例えばなんだろうタイ人がねタイ人日本でタ,タイ人に出会ってでタイだったらなんかこうタイってなんだろう 出てこないけど <laughs> そ,のその国の何かこう文化とかね、あのー、そういう話にならないでしょそれいやもちろん人にもよりますよもちろんねあのはくなんかそ,うそういう人もいますけど、まあ、若い人の話ですよ。ね、若い人の会話でねそのなんかその例えばタイ人とかなインドネシア人とか韓国人とかねそういう人に出会って、ね、その国の文化のことを詳しく話はしないでしょあんまり。それよりもあのえインドネシアではあのー、な,んかなんていうの お男はそのの恋愛の話ね女性にどういうふうにナンパするのとかねナンパするのとか、まあ、キスとかするのとか,なんかそういう話の方が盛り上がったりとかするじゃないですか。ねでしょ、うんまあ、韓国と日本人と韓国人が話す場合は今だって韓流スターの話とかすごいするかもしれないですけどね。うん 私あのー、なけあれえー、と BTS の何とかが大好きでねーみたいな <laughs> ちょっとこんな意味は言わないかもしれないけど <laughs> うーんそうそうそうはいえっ、ー、と出かけっさんそうそう日本に興味ある人と仲良くなれるかなぐらい,そう,ぐらいそう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 それかそのーまあその日本人女性だったらその恋愛需要ですよねそれで仲良くなるかぐらいじゃないですか。まああと例えば男だったらここううなんかこう まあ、スポーツとかサッカーのなんとかとかな何だろう、まあ、ゲームとかねゲームでめっちゃ仲良くなるとかあと音楽とか、ね、ヒップホップがもうイギリスの,あの音楽シーンがもう大好きでとか言ったりとか、うん、あと向こうがその日本の音楽好きとかアニ,メがア,ニメアニメとかねアニメが好きとか、うん、あと日本に興味あるとかそういうあれじゃないですか、うん、あともう単純に気があったとかね <laughs> 的に気があったとかうん,うんと MJ さんどすこいさんの国際交流には的を得てて、えー、味わえるからあまあでもあのでもとは言ってもやっぱりねあのそうじゃない人も全然いますよ。日本に興味がある人もいるし日本に興味がない外人さんと日本人男性だけどもすごくその。 もう普通に仲良くなれる人とかも全然いるしね、うん、み,みんながみんなじゃないですけど大抵の人はそう今言ったのが多分現実そういうもんだと思いますよであの国際交流は幻想っていう <laughs> お多くの大抵の場合ね、うん、みんながみんなじゃないですけど何度もいいんですけどうん、えー、あ,あとねあの何 あるあるなのが例えばイギリスで、ね、イギリス人の友達作ろうと思ってなかなか難しいんですよだイギリスでねイギリスだイギリス人の友達を作りたかったらイギリスに行くんじゃなくて、まあ、フランスとかまあイギリス以外の国に行ってでそこでバックパッカーとかそのユースホステルとかその何あのー、ね2段ベッドいっぱい置いてあるようなねあのー、ホテルに泊まって で、そこで出会うイギリス人の方が仲良くなりやすいです。なぜかとなぜかと言うと、両方とも外国人っていうあれだから、その何て分かりますね。あだから例えあ。あとあ分かります。あの、韓国人の友達作りたいなと思ったらね。韓国に行くよりもね。オーストラリア行った方がいいです。<laughs> オーストラリア行ったら韓国人の方人いっぱいいるんですよね。で、あのオーストラリア。まあ、韓国人のまま,また別かもしれないですけどね。あの。 ドミ,ドミトリーね。だ両方とも外国人で立場の方が仲良くなりやすかったりするんですよ。うん、で僕だからその,このずっとまあヨーロッパ行ったって言ったでしょ。ねでねあのなんか僕ねえっ、ー、とねスウェーデンに行った時に同じ部屋になったえっ、ー、とあせじゃあまあまあデンマークデンマーク行った時に同じ部屋になったえっ、ー、とねスウェーデン人だったかなのカップルみたいな人と結構話す機会があったんですよね。で結構いろいろ話したんですよ。でね で、デンマーク、デンマークではデンマーク人とは一人、一人も話さなかったんですよね。で、スウェーデンに行ったら、今度スウェーデンでデンマーク人に出会ったんですよね。そのデンマーク人とめっちゃ喋るんですよ。<laughs> 現地人と話すことはあんまないんですよね。っ <laughs> てね、みんな言ってました。それに、ね、他の人も言ってましたよあの、その、で、そう、あとね、オーストラリアにいた時は、オーストラリアの人と、まあ、話すことはあったんですけど、あの、オーストラリア人はむしろ珍しくて、それよりもなんか向こうにいる こ韓国人とかイギリス人とかなんか違う国の人と,と話すことが多かったんですよね。なんですけどその後ヨーロッパに行った時にねヨーロッパでめっちゃオーストラリア人とに話しましたよ。オーストラリアで <laughs> 全然話せなかったのにねヨーロッパ行ったらねめっちゃオーストラリア人とに話す機会があってねなんかこれ結構あるある見て今もあるあるだと思うんですけどね、うん。同じ外国人だからなんかこう話しやすいみたいな。うん